連邦参事会は、スイス連邦の元首にして、連邦政府の長たる内閣、連邦評議会とも訳される。国民議会と全州議会の二意制の連邦議会が、開かれ、連邦参事会の置かれる、連邦院連邦参事会は7人の閣僚たる、連邦参事で構成され、それぞれが担当の各省を統括する。連邦参事の中の1人が、閣僚を兼任のまま、 任期一年の連邦大統領となる。ドイツ語の、ブンディスラットは、同じドイツ語圏でところ変われば品変わるのことわざの、通り大きく違っている。連邦三人の政党別人数の推移緑、スイス国民党、木、スイス保守民主党、青、スイス自由民主党、大々、スイスキリスト教民主党、赤、スイス社会民主党、スイス連邦政府は、 4年ごとに議会から選出される7名の閣僚からなっている。連邦内閣の各メンバーは7つある省庁の長を務める。連邦内閣はすべての閣僚が同等の権限を持つ。ありがとうございます。